田中一津人氏1歳田中田中一津人氏は日本の書家鹿児島県出身、大東文化大学中国文学科卒業、高木清秀に指示、読売書法展、謙信書道会展、主要展覧会で受賞多数、国内での活動に加え、ニューヨーク、ベルギー、ロサンゼルスのアートフェアへの出品など、海外でも活動。 古典をはじめとする書への深い理解と卓越した技能をベースに類まれなる感性と斬新な発想や表現を持ってアートとしての書を追求し国内外から高い評価を受けている。中でも2004年から田中一人氏がライフワークとして取り組んでいる水を題材としたウォーターシリーズは毛先が10本に満たない筆を用い繊細な線の流れから醸し出される空気の揺らぎ。 墨の濃淡と凝縮によって作り出される黒と白の空間美を演出。新しい表現として高い評価を得ている。書家としての活動以外に、2003年に東京、目黒にアトリエ県書道スクールスタジオ1歳を創設し、現在100名を超える生徒を指導。6歳から書道を学ぶ。双子の兄弟がライバルとなり、幼少の頃から書を競い合う。 鹿児島中央高等学校在学中、書道の担任から、お前なら書道で食べていけると言われたことがきっかけで、書家になることを意識し始め、大東文化大学中国文学科へ進学、高木清秀に指示する。在学中1999年から2001年の3年連続で、読売書法展、秀逸受賞、2002年、特選、2003年、奨励賞を受賞。 2002年に、献身書道開店献身賞を受賞。また、2002年から2003年に、全日本高校大学書道展最高賞、大賞受賞と多くの賞を受賞。大学卒業後に、書道団体やアートギャラリーにも所属したが、自身が考える自己表現をさらに追求するため、2006年に独立し、東京、目黒に、 アトリエ県書道教室スタジオ1歳を開設する。書道の指導とアーティストの活動を並行して行い、2007年から古典とスタジオ1歳の生徒展を継続的に開催している。2012年成田国際空港ーナーギャラリーでの古典をきっかけに国外にも活動の幅を広げ、2012年国際アートフェアラインアート2013年 NY アートエキスポ出品2016年に国際アートフェアエルェイアートショー出品を呼び日本人初のショパフォーマンス実演をする2017年に故郷鹿児島県にて個展開催デルタ航空が保有するラウンジデルタスカイクラブのコレクション入りし現在も成田空港第一ターミナルデルタスカイクラブ成田にて作品旅立ちが展示されている 他にもギャラリー所属時に制作した作品フライトインザナイトもエクセル東急羽田ラウンジ内に展示されている。柔らかな選出の漢字作品に定評を持つ実力派として企業への作品提供、メディアやパブリシティに出演するなど幅広く活動している。フラットウォーター制作風景伝統的な書道から書の技法や表現を活かし進化させ、 空間に映える書の創作まで幅広いジャンルの書作品を制作。描かれる作品には大胆な表現の中にも美しさが潜んでいる。後に水の持つパワーや癒し、自然と不自然の間にある感情に関心を強く持ち始め2004年頃から水を題材にした作品ウォーターをライフワークとして取り組んでいる。初作のウォーター四平は 水の古代文字に、気度愛楽の感情を吹き込んだ創作に、アクリルと LED を用いたモダンな掛け軸に仕上げた。2011年の東日本大震災を目の当たりにし、将来への憂いを恐れに包まれていた時、硯からステンレスを伝って流れる、水の様子を見て、自然の維譜となる、水が時には人を癒す優しさとエネルギーを持つ力があると感じ、後に、その表現を、 フラットウォーターへと進化させる。フラットウォーターの作風は、グラスに入れた水に墨を、数滴落とした時の背景をイメージし、筆のみで線を一本一本描いていく。繊細な線の流れから醸し出される空気の揺らぎ、墨の濃淡と凝縮によって作り出される黒と白の空間美と個々の文字の中に潜むエネルギーを、現代の空気の中に再生している。2018年からは、 デジタルや AI では及ばぬ人間のみが想像できるエフェクトを施した作品、エフェクトウォーターの制作に取り組んでいる。2016年のロサンゼルスのアートフェア・エル・エアート、ショーにて日本人アーティストとして初となるライブパフォーマンスを行った。ショーとして作り込まれたものではなく、初夏がアトリエで作品を生み出す静質な空間と時間。 そのものを鑑賞者と共有するというコンセプトに基づいたパフォーマンスは、喝采を浴び、現地でも大きく報道された。特にロサンゼルスでのパフォーマンスにおいては、あえて、ふんという一文字を記号し、文字に貼り付いている固定観念を超えて、文字の造形としての美しさを訴えた。文字を文字表現としてしか捉えない、既存の書道の概念を超えるという田中一人氏の挑戦の一つである。 ありがとうございます。